はい、おはようございます。釣り子 TV です。ちょっとね、釣り具をいろいろ整備しようなんて思って、P ラインのタックルがねちょっと最近多いので、 P2 周買ってきてやろうと思ったら、これ割りバスの P2 周のプロ仕様ってねいうのがあって、手に入れてみたんですけども、プロ仕様ね、なんかね、あの PE2 周やるとなんかベタつきがなくなるというか、なんか使い心地が良くなるなって。あとね、あのロッドに、まあ、ガイド周りとか、あとロッドのブランクに乗ってこう板がベタってね張り付いたりしないようにとかね、そういった時に PE2 周よく使っていたんですけども、プロ仕様っていうことで、何が変わったのかね、ちょっと気になって1個買ってきてみましたよ。常温クリクションダウンプレーっていうことで書いてありまして、抜群の滑り、飛距離、撥水、劣化防止を実現、 PE2 種の滑りに撥水性をプラスっていうふうに書いてありますね。まあね、ちょっと開けてみますかね。こんなね、 PE2 種って昔からあの白にね赤い文字っていう印象でけども、はい、こんな感じの灰色、まあ銀色のようなシルバーのね、このケースに入っていて、で裏に説明書きとか書いてありますけども、こっちね見てみますかね。どんな感じか。 P2 種の滑りに撥水性をプラス、ソルト、フレッシュウォーター問わず汚れやコール外って書いてありますね。当該って読むんですかね。劣化からラインを強固に保護、長期にわたり性能を維持します。 P2 種プロ仕様は従来品の低摩擦効果に加え、撥水性表面を形成し、塗膜表面に水滴がつくと塗膜表面を滑るように流れ落ちる効果を発揮することで、ラインへの水の浸水、汚れ付着を防止します。ということで、撥水性、持続性、特殊変形シリコン配合プロテクションリキッドと塗膜表面の特殊構造により、水滴が塗膜表面を滑り転がるため、ラインへの水の浸水を防ぎます。また持続性が非常に高く、長期にわたってラインの低摩擦状態と撥水性を維持、劣化を防ぎます。 PE、ナイロン、クロロ、エステル、すべてのライン素材に対応、超低摩擦抵抗性、P2 種プロ仕様は独自のフリクションガード表面構造により摩擦抵抗を抑え、長期にわたりその性能を維持します。あと劣化防止、塗膜表面の撥水効果により水分の浸水を防ぎ、また汚れが付着しないため長期にわたりラインの劣化を防ぎます。ということで、最後、安全設計、成分水、シリコン系潤滑剤、水性のため溶剤中毒の心配がありません、特殊変形シリコン配合プロテクションリキッドという、使用方法で書いてありますね。容器をよく振り、直接リールスプールやラインスプールに巻かれた状態で吹き付けてください。浸透性はありますが、巻き量が多い場合には外側のラインを引き出し、内側から吹き付けることでより効果が安定します。効果をより発揮させるため、ラインをしっかり乾燥させてください。で、巻き量により変わりますが、乾燥にかかる時間は約24時間が目安です。ということで、まあ振って使うっていうのと、だから巻きながらね、ちょっとずつ入れていくといいのかな、なんていうふうに思いますけども、はい、これね、 P ラインが入れてあるタックルを持ってきまして、まあ24時間ね乾燥させなきゃいけないっていうことで、出てこないよ。あ、出てきた、出てきた。こうね、糸に浸透させて、結構ね、なんだろう、つけてすぐ使っちゃってましたけど、この乾燥時間がいるっていうことなんですね。まあこれによってどうだろう、持ちが良くなる。 P ラインね、ただでさえ持ちがいいけど、まあこれによってね、さらにあのなんかいろんないい効果があるんだったら、ちょっとやってみていいんじゃないかなと思って、
モーリスの P2 種ですけど、プロ仕様になってるっていうことで、実際にまあね、これから24時間乾かした後釣り場で使ってっていうことなんで、ちょっとね、今ね、車とかに積みっぱなしのタックルとか P ラインのやつとかね、いっぱいあるので、まあそういうのにですね、いろいろとつけてみて、まああとはね、ロッド磨きなんかにもね、撥水性がプレスされるってことは効くんじゃないかな、なんていうふうに思っておりますので、まずね、ちょっとこれから冬のシーズンね、いろいろ P ラインのタックル使う機会が自分の場合多くなるので、これね、どんな感じかね、しばらく使ってみて、現場でね、こうだったよなんていうのをお伝えしていければな、なんていうふうに考えておりますね。まあ今日はね、これにプシュップシュッとねつけただけなんだけども、どうでしょうか。撥水性もプラスされて、シリコン系のね、ケミカルっていうことで、まあちょっとね、分かりづらいですね。まあちょっと使ってみて、実際のですね、使用感なんかを、お伝えしていければなと思います。というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、バリバシのですね PE2種、このプロ仕様っていうのね、これをねちょっと、買ってきてみたよ、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。